ピクティシアターライブへようこそ、ピクティ等投,投資顧問の萩野です。本日は2021年9月の15日、足元の市場環境と今後のポートフォリオ戦略についてお話をいたします。まず、いつもと同じように過去1ヶ月間のマーケットを振り返ってみましょう。先週の金曜日、現在9月の10日、それまでの1ヶ月間のマーケット。ご覧いただきますように、えー、とここですね。 日本株がドンと、この灰色がは日本株ですが、ドンと戻って、8.1%の上昇を示します。一方でですね、新興国は下がって戻ってますので、世界株も上がりましたが、ちょっと下がったということで、これ1ヶ月間で見ますと0.3%の上昇ということで、日本株がですね、ちょっと大きく上昇することが目立った1ヶ月になっています。理由としては2つですね。 一つは、コロナの感染者数が東京を含めてピークアウト感が出てきた。まあ、これはワクチンの接種率が上がってきたということですけれども、でそれに加えて、菅首相の退陣表明に基づいて、まあ、政権が交代する、まあ、そういう新しい政権に対する期待ですね、それもあって、まずは初めに日本株に資料においては、実はショートを振ってた、ショートというのは売ってた人がいたんですね,ここでね。その売ってた人たちが買い戻しをまず行うということで、まあ、ドーンと急速に戻った上 さらにその後日本株をそれほど持っていなかった投資家が、ちょっとそのポジションを引き上げるという動きがどうも出ていたという形ですね。えー、と新興国のマーケット、えーまあ、相対的にちょっとあまり強くなかったのは、まあ、ご覧いただきますように、中国の景気がですねこうだんだん景気先行指数がこう悪化してきていると。まあ、中国の経済がちょっと悪化しているというところが、まあ、新興国全般で考えると、まあ、影響を与えていると。一方 あの、こう、例えば世界株。まあ、こう、緑で見ると結構堅調ですよね。まあ、新興国、この紫色ですけど、と調整して、まあ、世界株、堅調ですけども、まあ、世界株の方でいくと、まあ、ユーロ圏の、あの、世界株に含まれる、まあ、ユーロ圏の景気先行のやつが、だんだん戻ってきているということで、まあ、この2つのちょっとすね、対照的な流れ、中国は弱い。で、ユーロ圏は回復してきていると,ということで、まあ、中国にもっと連動性が高い、その、新興国の株式が弱くて、 でユーロ圏に含まれている世界株、それは世界株に対するパフォーマンスを下たえするようになったというのが、まあ、この景気先行指数の動向で、まあ、経済動向がちょっと影響を与えていると思っていただいて構わないと思います。あとはもう一つはです、ね、後ほど FRB の金融政策、まあ、それの考え方が表明されたこともあって、まあ、それの影響を新興国は受けているというふうに考えていますね。 これですね、あの、2011年の8月を100として、まあ、あの、その後ですね、ま、あの株式の動向を見ています。で、この灰色がですね、新興国の株式で、で、この緑色が世界の株式。で、同時に小型株の株式も青で入れているんですけども、もうこの2011年間なぜ入れているかというと、バーナンキーの発言。 これはテーパリングという、その金融緩和をしながら、量的金融緩和を行ってたんですけども、まあ2013年の5月22日に、まあ彼はですね、まあ突然と言ってもいいかもしれませんが、テーパリング、ジャブジャブにこうお金を吸って市場に供給してきたのを、その、それをだんだんやめますよっていう発言を5月の22日に行って、始まって、行ってですね。その後 FRB は、これ赤い折れ線グラフが、 米はその政策金利である米国の FF 金利になるんですけども、まあその後、まあ1、2年後ぐらいからこう引き上げていったと。ただその下地としてですね、まあ量的金融緩和をまあちょっと止めますよという話をした直後に、まあマーケットで参加してた人間がすると、あの時新興国の株低迷したねと。ちょっと混乱したねと。で、一方で世界の株式市場はまあ堅調だったねっていうこの記憶多分あったと思うんですが、今回もその現象でいくと、 パウエルさんがですね、4MC の会合の後、6月の17日に、今後の金融政策についてのお話をした際に、ああどうもテーパリング始まるんだなというような発言をしてるんですね。まあ、それに対して、新興国予約、予約運動。で、まあ、そういったような動きがあったということが、まあ、この2つの両対象で、まあ、新興国の株式っていうのは、まあ、今回のテーパリング、 の発言、まあ、方向性、政策転換、それをある程度織り込んでいる中で弱かったというふうに、まあ、そういうトレードはもう起こったというふうに理解しています。ただ、このテイパリングのに関しては、まあ、ある程度、ジャクソン・ホール、8月の下旬に行われたジャクソン・ホールの会合以降のですね、まあ A、FR、パラレル発言によって、まあ、ある程度じゃテイパリングが行われるんだね。要は、金融緩和、両的金融緩和が まあ縮小開始するんだねということは、ある程度マーケットでは盛り込んだという状態にはなっていますね。えー、とこちらはですね、業種別の動きをそれぞれ見ています。世界株式のそれぞれの業種別のパフォーマンスですね。で、ここのグレーで追ってるところが、この1ヶ月間の動きです。で、この緑が世界の情報技術株式で、まあ、相対的にまあずっと強いんですけど、この1ヶ月間、やっぱり強かったということですね。 で一方で、まあ、それぞれの他の業種というのは、あまり強い動きをしてなくて、ひ、まあ、一言でいくとで、世界情報技術株式の1、まあ、人勝ちのマーケットだったとっいうのは、この1ヶ月間の市場ですね。それをですね、当落率別で見たのがこのチャートでして、まあ、業種別でいくと、世界の情報技術株式が1ヶ月間で2.2%の上昇。 でその次に上がっているのはこう世界株全体なので、まあとはもう他世界株のこの指数自身を引っ張ったのが世界情報技術株式で、その次に上がったのは世界の公益、一般消費財サービスとか、で、マイナスになったのも多いんですよ。エネルギーとか素材とか金融株といったところはまあマイナスになったということで、まあ、かなり破光色が大きく出た1ヶ月間だったと言いますね。もう一つこれ見ていただきたいのが、 業種別のパフォーマンスをですね、まあ、3ヶ月ごとに区切って、各2年前から見ていったものなんですねで。直近のこの9月10日までの3ヶ月間のパフォーマンスがこの横の部分、一番上ですね。で、それ色分けしてます。で、濃い青になればなるほど上昇率が高かったよ。で、今度、濃い赤になればなるほど下落率が高かったよという形で、これ色分けをしてます。まあ、それぞれの色分けは、 えーとプラスマイナス10%までは5%意味でいるわけをして、で10%以上になってくると、10%、20%は10%の幅、で20%、マイナス20%以下、まあ、それの範囲に関しましては、もう、えー、それ以上かそれ以下という形でします。で見ていただくと、まあ、結構大きく動いたのが青が情報技術、でマイナスがエネルギーという形で、まあ、結構 こう、一部の業種のプラスに対して一部はマイナスってことがすごいわかると思うんですね。これ実は、この6月、えー、っと、要は6月の10日までの3ヶ月間、要は4、5、6のマーケットで見ていくとですね、も、ま、う、あ、あの、実はほぼ全部青だったんですね。それが赤も出てきたっていうマーケットになってて、そうすると、7、8、9っていうのは、まあちょっとマーケットを久しぶりに、 こうやって見ていくとですね、赤がなかったところに赤が出てきてますので、2020年の9月、ちょうどそれの時の3ヶ月間のマーケットラインの赤が出てきているマーケットになってきているところで、この9ヶ月間までは、えっ、ー、と、去年の10、えっ、ー、と、去年の、えー、と9月、9月から、えっ、ー、と、今年のこの6月の10日までのこのマーケット、 そのマーケットが結構好調だったのに対して、このカカオ3ヶ月間ぐらいはちょっと調整色があったかなというマーケットだと思ってください。でこの過去2年間の間で、こ調整色があったのは、まず、記憶に私の,あの2020年の3月までの,あのコロナショック時の,あの3ヶ月間。これ一番もう真っ赤ですよね、全部。で、その次に調整色があったのが、 その7月、6月の11日から7月の9月の10日までの2020年の6月の11日から9月の10日の,その3か月間、この時もちょっと調整しよかったんですけど、まあ、それ以来だったと、マーケット、そんなに実は強くなくて、まあ、あの6月の、えー、と要はパウエル発言、テーパリングを始めますよということを、若干こう織り込んだニュアンスのマーケットだったということですね。 で、テーパリングの件に関しましては、ある程度折り込んだんじゃないかというふうには我々は見てます。もう一つ見ていただきたいのは、この縦軸で見ていただくと分かりやすいんですけど、縦でいくとですね、こう色がもう赤から、紺から赤までですね、そう激しい色だったのがのエネルギー。これ相当上げ下げするってことですよね。かつエネルギーのところで相当強かったのが、えっ、ー、と、9月の11日から12月の10日までの22.6%。 さらに、翌四半期の12月の10日から2021年の3月の10日までの26.1%、要は2四半期連続で2桁以上の高いパフォーマンスをしてピークアウトしてマイナスになっているということですね。これは原油価格の状況にかなり影響を受る。ただ、かなり上下度が激しいねっていうのが分かると思いですね。あと上下度が激しいねっていうと、金融は激しいですよね。結構上下度が激しい。あと上下度が激しいってことでいくと、この素材なんかも激しいわけですよ。 一方で、まあ、上下度は分してるけども、相対的にずっと強かったっていうのが、あの、情報技術のところで、あともう一つでっていうことが、ここはまあ結構パフォーマンスが強かった。一方でですね、上下度あんまないねっていうのは、この攻撃ですね。まあ、これかなり薄い色っていうことは、まあ、逆に言うと安定感があるっていうことなんですけども、まあ、それぞれの業種ごとに、まあ、性格はこうやって見ると、全く違うんだっていうことは、すごく分かっていただけると思います。 これはですねあの、ポートフォリオ、これに連動性が高い株式のポートフォリオを組み込むときには、まあ、非常に重要なポイントなので、まず押さえておいていただけたらと思います。次に債券の利回りですね。国債、10年国債の利回り。この制度1ヶ月間でいきますと、米国の国債利回りはさらに下がって1.341%で9月の10日、先週末ですね。 一方で日本、オーストラリア、ドイツともちょっと上がったと。まあ、ほんのちょっとですね。まあ、そういうような環境だったということですね。で、まあ,あの、その結果、アメリカの国債の利回りは、まあ、ちょっと下がって、一方で、えー、と同じ期間中の期待インフレ率は、ほんのちょっとですけど上がってると、0.05、まあ、ほぼ横ばい。まあ、その結果、えー、と10年国債の利回りから、えっ、ー、と、待インフレ率を差っ引いた実質の長期金利っていうのは、 えっと、マイナスの1.054%と、このマイナス幅を若干膨らました。ただ、ほぼ横ばい状態になっているということがお分かりいただけると思います。こ実質長期になぜ見ているかというと、 やっぱり長期金,金利がのマイナス幅がかなり厚い状態だと、これは資産価格に対してもプラスですし、あるいはですね、まあ景気に対しても下支え要因なので、まあここがマイナスの、これ相当マイナス1%パートンでなかなか起きない環境ですけど、この状態が、まあコロナ以降、ずっと継続的に安定的に起きているというような環境で、で、一時ですね、ここの実質金利が えっと、マイナスの0.6%ぐらいまでこれ上がった時期があったんですけども、まあ、あの、バーナンキー、バーナンキー、すいません、パウエルのですね、えー、発言、えー、6月の発言以降はですね、結構安定したと。これ実は、バーナンキーの発言の時とは違うんですよ。もうそれは後ほどご説明をさせます。えっ、ー、と、為替ですね。為替はですね、ほぼ横ばいもうほぼ動いてないかなという状態ですけれども、ただ、大きな基調でいくと、 ドルの方がこ、まあ、相対的に堅調になりつつあるかなと。5ドル、ユーロがどちらかというと円に対して弱くて、で、ベイドルはなんとか保ってるなと。左の軸ですけど。まあ、そこは一つですね、特徴だと思います。で、為替全体でいくと、まあ、どちらかというと円高基調の圧力があって、まあ、ベドル、5ドルとも円高。で、ユーロに対しては若干円安というような動きでした。 えっと、新興国のマーケット全般は、えっ、ー、と、通貨が若干戻ったってことですね。ここの灰色。プラス1.5%。まあ、横ばいなんですけど、新興国の通貨が横ばい。これ現地通貨になりますので、これ結構強いってことですね。で、なぜ強いかというと、新興国の通貨っていうのは、まあ、ずっと下がり続けてる。あまり上がんないですね。その代わり金利があると。だから金利は、例えばトルカなんか、金利すごい高いんですけど、金利は高いけども通貨は下がり続ける。 まあそういった観点からすると、新興国の通貨が横ばいになってくれるってことは、結構リターンが上がる要因にはなってまして、まあ、横ばいだなというふうに見ていいと思います。で、あと国債の方はですねで、そんなリターンってな,くなくてですね、まあ、利回りの割には、まあ、ちょっと調整したかなと。なので、まあ、実際には変化1ヶ月間で0.1%しか伸びてないというですね、金利が厚いので、本当はもっと取れてもいいんですよ。0.1%っていうのは、えっ、ー、と、若干最近価格は下がったというふうに理解してください。 金、と商品ですね、金商品ともそれぞれ3%、2%上昇しています。ただ、こうやって見てると分かるんですけど、まあ、ほぼちょっとこのところ横ばいかなという動きで理解いただけると思います。そういった中で、先ほど、米国の実質長期金利がまあかなりマイナスの状態がついてますよということで、まあ、金価格の連動性をもう一回チェックしますと、これ左側がですね、米国の実質長期金利、マイナス、逆メモになります。上に来るとマイナス幅が広がると。 入るが米国の実質調金利で、右の軸が金価格のドル、トロ,イオ,ンのトロイオンスのパフォーマンスなんですけど、まあ、ここのギャップが出てきていると。今まで連動性があったのが、ちょっと連動してないという状態ですね。で考え方は何かというと、いやいや、これ実はあの米国の実質調金利というのは、本当はこの辺なんじゃないかと。これ何かというと、インフレ率が低くなってくると下がっていくるんですね。 いやいや、そうじゃなくて、金が安いんで、これ一修練していくんだ。上がっていくんだと。で、ここのギャップが生じているところが一つ、金投資をするにあたっては、どっちなのかなっていう見ていくことがすごい重要で、じゃあ、キーは何かというと、物価がどうなるかっていうことですね。物価が。まあ、そこが一つの議論になってます。で、あの、物価の上昇率に関しては、えっ、ー、と、昨日、8月の、あの、消費者物価指数がこれ、あの、発表されてますけれども、 まあ、伸びはですね、市場の予想を前月比では下回って、まあ、過去7ヶ月で最低の上昇率にとどまったということにな出ています。で、前月比の伸びで0.3%、えー、っと、で、0前年同月比ですは、まあ4、4%上回るような、あの、コアの動きなんですけども、まあ、コア、コアの質ですね。で、まあ、例えば、総合の CPI で、あの、実際には0.3%前月比伸びてるんですけど、あの、まあ、 えとまあ、前月はですね0.5%上昇してますから、ちょっとだんだん下がってきて、で予想も0.4%ぐらいあるんじゃないかなと思うんですが3、0.3%ということで、まあ、ちょっと物価上昇率は、えー、とコロナの環境を受けて、ちょっとスローダウン。 スロしてきたのかなと、まあ、一時的なものだ、一時的なものだと言われたものがスローダンしてきたという見方もありますし、いやいやいや、これまだ続く可能性がありますよということで、ここで結構議論が分かれてて、まあ、今後、この物価上昇率の動向で、いろいろ議論が出てくる環境にはなると思いますね。はい、じゃあ市場のサイクル、今どの辺にあるかということですね。で、今日はここを中心にしっかり話をしていきたいと思っています。で、これはあの、まあ、大体10年単位でビークボトムですよという話で、 で、まあ現在、まあこのあたりにいますよと。上層サイクルの中でも、まあ金融相場の、まあ最終地点のあたりに来てるんじゃないかということで、まあ金融相場を思い繰り返すと、株価上昇、金融生産緩和状態、長期金利低安定で、で、経済は回復ということで、まあそれはこの業績相場にこう移行する、まあ一個のマーケットピークからボトムにする、まあ過程で、業績相場にこう移行する過程で、まあ金融生産が引き締めに転じる。 超金利上昇とで、ここの2つが起き始めるかどうかというところがこういうですね、あと経済好調ということですね。で株価の上昇というのは変わらないんですけど、今、金融政策、テーパリング開始するといっても、まあ、まだですね、お金は吸ってるわけですし、金利上げはしてないわけですから、まだ緩和状態ですね。で、長金利も先ほど説明しましたように、定位安定になっているということで、まあ、このあたりかなということですね。まあ金利は引き でそういった中で、このサイクルをもうちょっと過去にわたって見ていくと、こんな感じになりますよってことを今日はしっかり説明させていただくかたと思います。まあこれあくまでも私の考えですけど、2001年の8月以降からの緑が世界の株式のパフォーマンスね、ドルベース。で、赤が短期金利ですね。米国の FF の短期、政策金ですね。で、この、えっ、ー、と、これのですね、ブルーがですね、 濃い,濃いブルーが、これが米国の消費者の物価変動率を示します。で、でそれぞれ先ほど言ったあのこのサイクル、金融相場、調整、業績相場、あとこれ大きな調整なんですよね、本格調整ってでますけど、まあ、このサイクルで見ていくと、まずこの一番左のこの本格調整っていうのは、IT バブルが崩壊した後の調整期間ですね、世界株式合ってますよね。 その時に金利も下がっていると。で、ですかあとは、これ、物価上昇率も下がってくる中で、金利が下げ続けるところを、そこから、このあたりからもとで、マーケット問題始めてますね。これがまあ金融相場。物価も安定していて、金利が低位安定。で、その後ですね、金融引き締めに転じ始めてくるんですけども、この金融資金が始めてくる、きて、で、それでピークアウトすると。マーケット、ピークの、ここピークですよね。 そっかまた本格調整という、ちょっとここの流れだけまず話させていただくと、本格調整した後、金融相場に入って、まあ、ある程度物価が安定しますと。で、物価がちょっと上がり始めてくると、金利引き始めてきてますねで。金利引き始めたところの、このちょうど、えー、と、金、業績相場に移行する金利引き始め期の時に調整が起きたわけですよ。これは調整ですね。ちょっと見えにくいですが、その、マーケットがちょっとドタバタ動かなかったです。 でその後今度金利を引き始めたところから、業績相場が始まってくんですね。でずっとこのうちが業績,業績相場、金利引き上がって、で高いところに持っていきながら維持をさせる。で維持をさせながら、いうところで最後、マーケットが崩れたと。で、この金平が業績相場で、それを金融の引き締めの初期と、あとピークと分けてます。引き締めの初期とピーク。で、その後本格調整が起きたんですね、このマーケット。 でその後また金利がずっと引き下がって、金利が相当引き下がったところから、マーケットがそこを打ち始めて、また金融相場が始まった。その時また物価不安定な時期なんですね。で金融相場でもこの時はえっは、と、2つのステージに分かれてて、これはあのリーマンショックでマーケットが崩れた後の回復の時期っていうのは、金融相場で、まあ、2つステージがあったと。 で、この頃、物価は相当不安定だったんですよ。マイナスまで行って、デフレになりそうな数値が出た後、またドーンと戻って、こう、ちょっと変動して不安定だったんですね。さらに上がってったと。これあの、オイルかかるとこ動いたので。で、この頃は、ちょっと不安定な時期があるときは、金利をずっと、物価が上がってきてるんでが不安定なので、経済に対してもあまり安定してなかった時期なので、金利をずっと背負うき。で、この時期は、えっ、ー、と、金融緩和で、 ずっとお金もジャブジャブ流して,て。で、この間に収束したいなぁと思ってたら、例えば、あの、ユーロにおいて、ユーロショック、ユーロの国債の利益が上がっていくと不安定な状況が発生したいとか、こういうのもあってですね、なかなか金利上げられずに、だだ金利上げられなかったんですけど、今度物価がだんだんここをピークに安定してくるマーケット。これあの、物価が安定して株が上がって、これ一番いいマーケットですけど、この状態が起きたとですね。で、この状態が起きて、 でそれでまた金利の引き上げの議論になったところから、一回ちょっと小さな調整を起こして、で、今度利上げを始めていって、まあ、業績相場と。だから、業績相場と、から、金融相場から業績相場に、まあ、調整を置きますよっていう話したのは、こことここ。まあ、過去もそういう傾向も結構あったんですけど、まあ、それが、こう、業績相場できながら金融引き締め初期、で、ピークですね。このあたりがだんだん不安定化していっています。 で、このピークの不安定化する頃っていうのは一つ目処があって、短期金利が物価上昇率を上回るぐらいまで引き締めた時にちょっとだんだん不安定化する。これはこの時もそうですよ。あの、あえっと、リーマンショックの時も短期金利をが物価上昇率を上回るぐらいのところからピークと。まあ、このあたりからピークでずっと高単金利が強い状態をしていくうちに、 マーケットは崩れていくんですねこの時もずっとこう引き上げてたんですけども、まあ、このあたりから一緒になって、一緒に下がってったということで、これ、調整が起きたんですね。本来、これ、本格調整って言ってもいいと思うんですね。ただ、も、ま、う、あ、戻りはか,かなり短かったので、今は実際にこの時企業赤相場から、これ、本格調整で金融相場に移行したという理解です。だから今、金融相場の、このただ物価が不安定なんですね。で、まあ、ポイントは、じゃあ、この 物価の不安定な状態から、この物価安定に入るのか。そうすると株式にとっては非常にいい金利ががる物価が。いやいや、物価はちょっと不安定な状態がまだ続くかどうか。まあ、それが一つポイントで、もし不安定な状態がするだとすると、この金利の引き上げ時期はもうちょっと早まって、まあ、あの、この、まあ、要は物価不安定なんですけども、そのまま、 金利の引き上げっていう話になってくると、まあ、この物価安定時期がないっていう可能性もありとですね、物価を安定させるために、もう金利の引き上げだと、そうすると、この IT バブルの回復のリーマン、あるいはコロナのマーケットの利上げとはちょっと内容が違うということをぜひ理解してください。で、これと、これは株の場合ですね。で、同じこの株のこのサイクルを見ながら、金を見ていくと、もっと分かりやすいので、話をさせていただくと、これ金なんですよ。 それぞれのアセットクラスが、それぞれのマーケットで実は影響が違うってことをぜひ今日もお話し,したいですね。で、これは、まず、えー、っと、この金っていうのはう本格調整の時に結構踏ん張るんですね。まあ、これ公務調査。例えばこれは IT バブルの本格調整。これ上がってますよね、金。で、物価安定になると、ちょっとスローダウン。で、調整の時また踏ん張って、引き締め時期ぐらいから上がってたんですよ、こうやって。引き締め、業績相関とか引き締め時期に入ってくる。 で、本格調整の時に踏ん張って、物価安定の時には金はさらにこう上がっていったんですね。これ。2008年の,あのリーマンショック以降のマーケット。で、今度物価安定のマーケット、ピークアウトしたところから金は調整に入ったんです。物価安定。それで今度先ほど言った金融相場から業種相場移行する、この調整過程においてはまだ弱いんですけども、利上げが始まってくるとなると、そこを打って戻り始めた。 で、業績相場。さらに金融相場。で、まあ、前回で行くと、業績相場、本格調整の時は踏ん張るということなので。まあ、もう、今、この金のマーケットがこの、この物価安定のマーケットが長く続くのか、短いのか、あるいはないのかによって、実は見方が変わってきて、ポートコールの組み方で全然変わっていくるんですね。で、私、個人的には、これ、物価安定になんないんじゃないかなと思ってるんですが、ただ、これは、 もう本当これから上がってくる物価上昇率を見ながら確認していく必要があるということで、まあ、2008年、9年のリーマンショックの時にもお金はじゃぶじゃぶに流されてでその後、まあ物価上昇はしたんですね、でその後ただ安定していってとっていうのを、まあ、経験していますで。今回もじゃぶじゃぶに流されたんですがでこれだけは物価が上がって、まあ、今の考え方でいくと、まあ、FRB はこれは下,下がっていくんだと。 安定するんだという話にしてますので、まだマーケット、この物価安定のマーケットを早め早めに織り込んできてる。というふうに考えた方が分かりやすいかなと思ってます。物価安定を早め早めに織り込んできてるんだよ。なので、マーケットが強いんだよ。株式。一方で金は先に調整してんだよと。若干弱めですよね。まあそういうことが起きてるんじゃないかと。でもだから物価安定はある程度金はもうこの時点ぐらいから 実際には物価上がってるんですけども、まあ、織り込み、出る可能性があるんじゃないかな。物価安定時期のマーケットで見てるんじゃないかなというふうにまあ考えています。で、そういった中で、今回、あの、まあ、FRB のバーナンキーの発言の、と今回のパワーレ発言の違いをもう一回確認すると、あの、前回のそのバーナンキーの発言は2013年5月の22日に行われてて、でその時は、 あの明確に10年国債の利回りが反応して、一気に2%までドンと上がって、それから2013年の12月18日に FOMS に行って、テーパリングを決定して、でもうですから、料本金融緩和の、えー、とを削減し始めてたその時に大体3%でピークって、あと金利下がってたんですよで、その時まで上がったんですね。で、今回は、えー、と6月17日のパウエル発言以降、金利下がったわけなんですね。 で、これどう見るかって。あともう一つ違うところは、物価上昇率が、まあ今これ5.2、5.3%。で、これが、まあ前回のとに比べてかなり高いっていうのと、失業率の水準は5.2%で、前回よりも低いんですね。ただ労働参加率がちょっと低い状態になっているんで、まあこういう統計見ていかなきゃいけないんですけども、ただ一つ言えることは、マーケットの債券市場の調整、最近市場はもうすでに、 二割が下がってるってことで、早めに折り込んでるで。経験値があったマーケットで早めに折り込むただ、あの、このバーナンキのこの頃のテーパーリングを見ながらトレードしてる人たちってまだいるんですね。だからこの6月の17日のパワル発言以降、この3ヶ月間、先ほど業種でいろんな動きがありましたよって言いましたね。ちょうどこの時期ですよ。6月の11日日からこの9月の10日。 エネルギーが下がって、コミュニケーションが下がって、素材が下がる。一方で情報技術が上がるとか、こういった部分、このマーケットの反応の仕方だけでも見ると、景気あまり良くないって物価下落みたいな。まあ、どちらかと,いうとそちら反応して、まあ、金もそういうちょっと反応してるんですね。まあ、そのマーケットの反応が早めに織り込んでるなっていうのが、今回の、えー、と、このファーウェル発言以降の動きで、 それをもう一つ金で見てるんですけど、まあ金のマーケットがですね、この紫色が金の大きなんですね。で、この緑、この、えっ、ー、と、まあこの灰色がですね、まあ、で物価上昇率。で、この、えー、と灰色がですね、米国の FF 金利で2007年の1月なんですけど、あの前回の、その、えっ、ー、と、リーマンショック が終わった後の株式金金,場の金相場の上昇局面で、バーナギキー発言のタイミング等を見ると、ですねもうその時にすでに物価がピークアウトしてきて、すでに先にね。で、バーナギキー発言した時は、もう物価のピークが終わって、ピークアウトしてて、なぜあれバーナギキーの時発言したか当時から言うと、これ早めに引き上がっていかないと、金に下げる余地なくなっちゃうよみたいな。なので マーヌキンの発言したところで、すでにマーケットのこの上昇ラインは崩れて、あと、ここのボトルネックラインも完全に割れてたんですね。だ調整のシグナルがはっきり出てたんです。で、今回は、パウエル発言が起きた後、金下がったんですね。これ、そういうトレードを行っているところがかなりあったと思うんですね。このじこの頃の記憶を、ね。明確に時期と多分見てなかったんじゃないかなと思うんですけど、まだこれ、マーケットはですね、一応この緩やかな上昇局面上にあるんですね。 じゃあ、それ何が違うかというと、このインフレ率のずれ。あともう一つは、マーケットが早めに再建市場は調査入っているということで、要は、えっ、ー、と、FRB がですね、いや、消費者物価指数の伸びは、もう本当に今がピークでピークだよという話。まあ、それを、まあ、再建市場の方はどちらかというと、まあ、見てる。一方で、あの、列一方で、 あの、まあ、その頃の物価上昇率でいくと、今このピークだっていうことを、もう早めに、こういった金とか株とか含めて、まあ、折り込んでるんじゃないかということで、まあ、そういった観点からすると、今この物価不安定なマーケットが、じゃあ物価安定に移行するのか、そのとも、もうすでにこう調整利上げの話そこがポイントになるって言ったと思うんですね。で、ちなみに、 あのこの物価不安定から物価安定の,、まあ、この状態になるとすると、まだ株式市場強いでしょうし、あるいはですね、えー、と金利、ま,あ、まだ株式強い,強いでしょうけど、要は何今後何を見てくるかというと、じゃあ FF 金利、アメリカの単金利がいつ引き上がっていくのか、そこが最大のポイントになると思っています。でちなみに前回、このバーナンキーの,この発言をした後実際に えっと、アメリカの、えー、と短期金利が、えっ、ー、と、引き上がる、引き上がったのがですね、えっ、ー、と、これ、2013年の5月の22日に行ってますけど、この0.25%から0.5%に引き上がったのが、2015年の、えっ、ー、と、12月なんですね。2年半後。で、じゃあ、今回、パウエルさん、2021年6月に話してますけど、あの時のバーナンキさんと同じスペースでやっていくとなると、2年半後となると、 えっと、2024年になっちゃうんですよね。だからそうすると、今議論しているものって結構早め早めに折り込んでるっていう、その議論のタイミングにしても、テーパーの利上げのタイミングにしても、前よりも早め早めにこのマーケットは折り込んでるんだっていう認識をした方がいいんじゃないかなと思います。そうすると、まあ、あの、 このマーケットで行くと、まあ、どっかで、じゃあ、金融から業績相場に調整するのが、この物価安定の時期がないか、あるいはあったとしても、このマーケットの期間が短くてで、それで調整局面の方に入ってくるのか、そこが今後、すごく重要なところで、もし、じゃあ、この、えっ、ー、と、業績相場に移行していくという考え方であるならば、まあ、株式も当然のごとく、保有してる必要があるんですけど、 この金というアセットクラスを今本当に仕込む。投資を開始して、ポートフォリオーのウェイトを上げていくタイミングになっているということは考えられですね。なので、言ってるんです。分散投資の効果の得られるところ、金、まあ今金利がほぼないので、それに対して、まあ将来的な引き締めピークを踏まえていくと、まあ投資を開始始める。全部一気に投資する必要もないですし、ただポートフォリオーに組み込むことを本当に考えていくタイミングにあるかもしれないということで、 この物価の状況もぜひ見ていきましょう。こちらはですね、えー、と前回お示ししましたピクテの米国株式バブル指数。株の中でも米国は本当に高いという指数を出し始めていますで。これはあの緑色がピクテのバブル指数ですね。でこの灰色が SPA500 の指数です。でこれは様々な、えーと P、あの株式のバリュエーション。 でそれとこうこ使いながらこういうバブル指数っていうのを作ってるんですけども、あのこ,のえー、とこの指数がです、ね、1を超えたところが、このピンクのラインとかですね。で、今、1をちょうど超えて、でえー、と先月のデータはちょっとピークーとかに出てきてるんですけど、だからこれちょっと微妙だなみたいなところなんですが、ちょうど1なんですよ。 で、その廃炉がですね、このマーケットですけど、えっ、ー、と、まあ、マーケットの大きなショックが98、1987年の、えー、と10月に起こしていて、で、もう一つ、これ2000年の前後のところでは、やはり IT バブルの崩壊。あともう一つが2007年の前後のところでは、ここで、えっ、ー、と、要はリーマンショック。 の、まあ、起きたということで、まあ、スタートしてるんだけまあ、ちょうどこのピークのところに差し掛かるようなデータが出始めてきたと。ただ、これで、じゃあ今売りましょうっていう話はしてあげないですね。他にもちょっと見なきゃいけないデータが、ただ、バリエーション上、米国はかなり高いなということで、ここから先、株式市場が全般的にこう上昇をさらにもし仮に続けるとなると、分散化させていった方がいいだろうと。 その一つのメッセージが今回の日本株だったと思っていただいても構わないんじゃないかなと思ってます。となると、出遅れている新興国の株式とか、あるいは最近欧州も強いんですね。だから分散化を始めるタイミング、株式の中でも、それが一つのキーテーマになるんじゃないかっていうぐらい、米国の株式は相当上がってます。 で、もう一つ、ただ、その、じゃあ、調整するかどうかなんですけど、まあ、それをちょっと見ていきたいのは、こちらのチャートで、米国の株式指数。で、右側の軸ですね。これ、対数表示になってますから、昔のやつもかなり動きが見えるようになってるんですけど、左側が、えっ、ー、と、米国の FRB の金利。これ、赤色。で、紫が、えっ、ー、と、10年国債の利回り。なんですけども、あの、過去ですね、この十年国債と、 えっと、FRB の政策金利 f f f a とかですね、同じになったぐらいが危険信号だったと。ここが赤ですね。それで表示してます。同じになったぐらいのところ。1969年以降ですね、1、2、3、4、5、6、7、8、9回仮になったとすると、九、八回中、九回中、9回中8回はそこでマーケット、 まあ、ちょっと一回調整を起こしてですね。で、一方で、しなかったとです。この青のとき。これ何段だ青にしなかったのかなと。本当に逆に上がってったんですけど。で、この時は一個理由があって、あえて、ですから日本銀行の政策権でこれ入れてます。ピンク色。これ、日本銀行が1900、 95年の時に、ま、円高も相当進んだっていうこともあって、あるいはもう一つですね、この時にルービンが米国の財務長官になってですね、えっ、ー、と、ドル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 高政策を掲げたんですね。まあ、その時に協調介入等も行われて、金利も引き下げるというような形で、アメリカにですね、お金が入ったんですよ。お金が。 まあ、ドル高政策とアメリカお金が動いた時期で、まあ、日本の救済というのもあったんですけど、日本は金利下げたので、日本からお金が出てくる。そういうちょうど、日本はその当時は世界第二の経済大国であって、金融、金融、金融国ですよ。日本は最大ですかね。お金一番持つとそこの国の金利がですね、ほぼゼロに近いところに引き下げるタイミングの時に、この状況は起きてた。ですから、 えっと、10年国債と金利の短金利がかなり近づいても、この次逆に上がっていったと。あともう一つ見てるのが、他はですね、大体つながったところは要注意だと。で、今回まだここ空いてます。だポイントは、じゃあいつ短金利上げてくるのとあと10年国債との利回り。ただ、10年国債の利回り、今1.3%ですから、そんなにこう上げ余地はなくて、だから逆に10年国債が上がってくるとですね、 これ株式市場に対しても影響を与えますし、そうするとですね、ここの利回りの水準はしっかり見て、で、短期金利がいつ上がっていくのか、利回り水準どれぐらいかと、それも追っていく必要があると思います。で、じゃあなぜそのもう一つ追っていく必要があるかというと、先ほど挙げたここの部分ですね、逆に上がってきたタイミングの時ほぼ近づいたにもかかわらずですね、その時は、ちょうどここに当たるんですけど、 これ、灰色のこれ、アメリカの実績ベースの PR でいくと、この時低かったんですよ。安かった。で、あのあの過去ですね、PR が、安いけど調整した時このリーマンショックの時は、そんなに高くはなかったんですけど、実績ベースでを調整したんですね。これ、住宅市場を起因とする、まあ、クレジットマーケットが崩壊したことによって、株式市場も引き下げて下がったって例なんですけど、 ただ自、自分自身のです、ね、バリエーションが高くて、じゃ崩壊したっていうのはこの IT バブルの時で,で。今回はこの PR でいくと、ここまでかなり高いんですね。これも違うと。ただ、無害の時に重なったにもかかわらず上がってった時は PR が結構中立の、まあ悪くないところだったんですね。まあ、それもあって、ドル高政策を行って、まあ株高っていうのが上がっていって。株上があるときに見てください。 一緒に PR 上がってってましたよね。で最後、IT パブ作ったんですけど。だ今回は逆にすでにかなり高いところにもあるということで、まあ、要警戒であることは確かですね。あとこれ、パルムのマルチアセットのリスク先行指標ということで、まあまあ、リスクがマーケット全般でどんなこう状態になっているのかというので、上に来るとですね楽観、熱狂してますよ、下に来るともう本当、悲観ですよという指数で、まあ、うちの人独自の指数なんですけど。 あの、ちょうどですね、今年の春、まあ先ほどで行くと、えっ、ー、と、9ヶ月間連続でずっと上がってた時期っていうのは、もう結構楽観論がする、楽観だけだったとマーケットですね、データで見ると。トランプ減税した時、あとコモディティーマーケットのピーク、住宅ブーム、ですからリーマンショック前の前のピーク、あるいは IT.org のピーク、それ以来のちょっと高い時に来ていて、今ちょっと下がってきてですね。 でちょっと、からマーケットで行くと、ちょっと悲観じゃないですけど、ちょっとこう、熱狂してた状態からは、とピーカーとしてるってことも、ぜひ頭に入れといておいた方がいいと思います。そうした中で、じゃあ、全体のバリューエーション。これ、いろんなアセットクラスで行くと、ここまでは株式、債券、通貨ってなってるんですけども、まあ、全体のバリューエーションで見るとですね、上に来てるとこが割安で、下が割高なんですね。まず、パッて見てわかるのが、債券のクレジットもの、 低いですよね、数値。バリエーションでいうと相対的に割りたかったんですよね。このエリアは全部。いや20を切れていくと相当高いと思いますの、ね、で。あともう一つ見ていただきたいのが、えっ、ー、と、例えば米国の、えー、と国債、新興国の現地通貨も、まあかなり、まあ、要は2回りが乗ってたところはかなり実は枯れてますよ、バリエーションで。 で、一方で金利の低いところで、まあ、スイスとか日本とかっていうのは、まあ、相対的にまだ割安って言うんなんですけど、まあ、最近全般高いんですよ。ですね。で、もう一つで株式見ていただくと、まず国別で行くと、ここスイス、米国、新興国って、この三つはどちらかというと割安県、割高県になっちゃうんですね。相対的に。で、割安なところはここなんですよ。一番がイギリス。 これ EU から出たってこともあって、e、EU 経済、かなりボロボロだと、いろのなアセットクロス、相対的に下がってて、よかったですね。日本、今回、どんと思いましたね。あと、新興国の欧州とか、中国、中南米新興国の、そのあたりは割安。一方で、新興国のアジアがちょっと相対的、その中でいくと、ちょっと割高かなってなってますが、要は割高、割安なところが、先ほど言った米国は割高。 他のところは相当に割り合わせってことなので、マーケットが仮にこうやって上がってくるのと、そこのエリアのところは、今回の日本株のように、男オにお金が入ってくる可能性があると。で、あと株の業種でいくと、まあ結構出てきているのが、例えば IT とか資本材のあたりはかなり割高水準に入ってきているということで、一方で、 まあこの業種のところは、ですねじゃあこれでどうだっていうことをちょっと私申し上げる、あれはないんですけども、例えばエネルギー、不動産、金融、素材、公益、コミュニケーションあたり、まあ、ここの差が相当出てきてるんですね、業種別にいくと。それも、まあ、先ほど言った、えー、とマーケットがある程度、あのこの何ですかね、その物価上昇、物価のこの混乱、物価が変動期なのか、物価て安定期になってで、それでまあ、 金利上昇局迎えとか、そのどこのタイミングによるか分かりませんけど、まあ、業績相場にこう移行する段階に入ってくるときには先行して割高なもの、そういったものから他のものも一緒にこう分散投資に始まってくる、分散化されたものがそれぞれ他のアセットクラスも動き始める可能性はあります。アセットクラスはの株式ですね。それもぜひ頭に入れておいた方がいいと思います。そういった中で最後にです、ねまあ、戦術的な資産配分の考え方、こうやってちょっと。 まあどういうイメージでやってるかとか、まあ、とは話し合てきますと、基本ですね、ポートフォリオを今組むときに、低リスクのポートフォリオ、基本、これ緑ですね。持っておく必要があるよと。でそれぞれ株とか金、これすごく単純化してます。株と金だけでやってます。株式等の中には多分、リートとかいろんなアセットクラス入るんですけど、株式等と金ってやってますが、それでこういうイメージ、ピークの時には現金と低リスクポートフォリオと金、株2割。 それでマーケットをラスクしている過程なので、勝手にこの株のウのイト下がりますから、下がってますから、低リスクポートフォリオの上とかちょっと上がるか、ちょっと上がってきて、現金から低リスクのほうに移してで、さらにマーケットが下がってくる過程の中で、低リスクポートフォリオの一部から株とか、あるいは金、あの現金も全部投資を行ってで、それでリスクさん投資終了という過程で、今、多分こんな感じだと思うんですね。株、低リスクポートフォリオ、金。 だからここからは、こちらの方に、ポートフォリオを徐々に移行していくっていうことも頭に入れながら、あの、ま、かめた、今すぐじゃないただ、言えることは、まあ、そのタイミングを頭に入れながら、今後、ポートフォリオの構築し施時期に来ているということを最後のメッセージで、私の方の説明を終わらせていただきます。本日はどうもご清聴ありがとうございました。